こんにちは、時刻は十二時になりました。本日は五、えー、月二十七日、FM 那覇から生放送でお届けします。トークランチョンビート。本日のお相手は、FM 那覇の一応クリエイティブディレクター・ステファニーです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、あの私、ステファニー FM 那覇に入って八ヶ月目ぐらいになるんですけれども、実は。 今日が初めてこの、えー、ミキサー席に座らせていただいて生放送でラジオをやるっていうですね私にとってはちょっと記念すべき日です。<laughs> えー、はっきり言うとですね結構緊張してますあの。これまでパーソナリティーさんがここに座ってあ緊張しますって言ってるのを見ていや大丈夫ですよ、安心してくださいと大したことないですみたいな <laughs> ことを言いながら。あのー こう温かく見守ってたんですけれども、いざこの席に座って、ですねちょっと放送の何責任を負うと、私がミスを負うと、なんかこう、放送に変な電波が、じゃない音波 <laughs> が乗ってしまうかもしれないと思うと、結構、ドキドキするもんですねあの、まあまあ人前でしゃべる仕事を東京でしてきたので、離れしてるかと思いきや、まあまあ緊張してます。 でさらにですね今日のトークテーマにもちょっと関係してくるんですけど、今日は初めてメインパーソナリティミキサー兼、初めてゲストのインタビュアーもやるっていう、ちょっと私にとって、初めてかける、初めての回です。何かですねあのミスやトラブルや、えー、こう問題な、ね、何かがあったとしても、あお疲れ様です、トニーさんが今ね、ね帰っていかれました。はい、なんんかトニーさん見てるだけでで落ち着きますすよねねいいですねあの マスクにサングラス姿があの、まあ、何かあったとしてもね生温かい気持ちで生温かくない違う温かい気持ちで見守っていただければと思いますそれでは今日もトークランチョンビート始まるよ 聞かせてください那覇市政100周年記念キャンペーン !?FM 那覇では那覇市の市政100周年を記念してあなたからの15秒のメッセージを募集中あなたの声がラジオから流れます応募方法は2パターン15秒以内の音声を録音して音声データを「780‐‐FM 那覇 .jp」宛てに送ってくださいまたは ツイッターに那覇への思いをつづってツイート「ハッシ那覇市政100周年を祝おう FM 那覇キャンペーン」をつけて投稿してください「那覇を愛する声」を電波に乗せて K K FM 那覇!「あろは、すゑかほくらに」を FM78 in 那覇。Celebrating 100th year of anniversary for becoming a city. Congratulations to all of you. いつまでもいつまでも楽しい街でいてほしいですね那覇100歳記念おめでとうございますカホグラに f m 7え続いてコロナの最新状況をお伝えしますえ沖縄タイムスプラスからです沖縄で302人感染過去最多2日連続で更新沖縄県は26日新たに302人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した 県内の累計感染者数は1万5743人となった1日あたりの報告数は5月25日の256人を上回り過去最多となった米軍関係は新たに12人が感染し累計で1370人となった県は25日10歳未満から90代以上の男女256人が新型コロナウイルスに感染したと発表した1日あたりの報告では過去最多 1>, 直近1週間の新規感染者数も1355人で過去最多を更新し、1日の感染者数は前週の18日から約1.5倍に増えた、5月1日から25日で感染者が最少だった4日の33人と比較すると、25日は約8倍になっており、感染拡大のスピードが速まっている。 256人を年代別に見ると最も多かったのは20代の65人30代以上が約6割を占め若い世代の感染が依然として目立っている感染経路が終えたのは94人で家族内感染が57人と最多施設内は13人で主に高齢者施設だが保育所施設での感染も発生しているということですコロナがちょっと、まあ、最多人数を感染者数が最多人数を更新してしまったということでちょっとこれは。 不安になってしまいますね昨日もちらっとお話ししたんですけどうがい手洗いの特にうがいが非常に重要ということで粘膜にこう長期間ウイルスが滞在してしまうと感染率がぐっと上がるということでちょっとうがいを、まあ、手洗いももちろんなんですけどうがいを徹底していけたらいいかなと思います続いてもう一つ、えー、今度はちょっと明るいニュースですね琉球新報デジタル見えたスーパームーンの怪奇月食 今日のの月は魚の目玉みたい26日午後8時9分月が地球の影に隠れる皆既月食が沖縄県内でも確認された黄色い光を放つ月が徐々に赤黒くなっていた満月時に地球との距離が最も近くなり大きく見えるスーパームーンとも重なった国内日本国内でスーパームーンの皆既月食は1997年以来24年ぶり 皆既月食そのものもは2018年7月以来となる。月月食は月が太陽からわずかに届く光に照らされ真っ黒にはならず赤黒い赤動色に見えるのが特徴那覇市の崎山公園には赤い月に見とれる市民の姿があった家族で観察に来たえ、この方の名前読めない <laughs> 水なんて読むんですかね局長これこの子ですねズケランさん じゃあちょっと8歳っぽく読むといつもは黄色の月が今日は魚の目玉みたいと目を輝かせていた可愛い,いコメントですね。次回日本で見ることのできる皆既月食は22年11月8日皆既月食とスーパームーンが重なるのは33年10月8日となる。ということで昨日私もスーパームーン見たんですけれどもあのやっぱなんかあれですね 宇宙への思いがマシマシになってしまう美ししい情景でしたね昨日ちょうど月についてトークランチョンビートでセバスチャン局長と話したんですけど月ってほんと調べれば調べるほど不思議な天体でそんな不思議な天体が不思議な姿をわざわざ見せてくれたので、まあ、あのちょっとねトークランチョンビートいつも聞いてる方はご存知の通り私は宇宙人とか天体とか宇宙とか大好きなのでなんかこうその好きな気持ちがますます高まるそんなスーパームーンでした。 ちょっとニュースはここら辺にして、ここら辺にして大丈夫ですかね、局長。<laughs> 局長、あの昨日私がミキサーやるって言ったらあの、なんかこう、怖いから近くにいてくださいって言ったら、いや、それはちょっと一人でやってもらうよとか言って、ちょっとエスな、ド S な発言をされてたんですけれども、なんだかんだ今日しっかり横についててくれるっていう、<laughs> 優しいですね、はい。 特テーマに移っていきたいと思います。あ、ありがとうございます。本日のトークテーマはカウンセラーと語るメンタルの話ということで、あのまあ、なんでこの特テ,テーマにしようかなと思ったかっていうと、今日の、えー、ゲストがカウンセラーの方なんですね。なのでちょっとそのカウンセラーの方をお呼びしたいと思います。はい、もうあのツイキャス見てる方は画面に映ってますけど、木内弘明さーん。 あ、ちょっと待って、フェーダー上げてなかった。はい、きゅうさん喋って。てはい、大丈夫で。あ、待って、ちょっと待って、ごめん。フェーダー上げる場所間違えた。今ね、音がね、入ってなかったよ。ごめんね。もう一度いきます。どうぞ。はい。 こんにちは、木内裕太です。カウンセラーやっております。よろしくお願いします。まよろしくお願いします。いますはい。え、木内んはですね、今木内んって言ったぐらいなので。あ、そうですね。実は私と、もう何年ぐらいかな。えっと、ね、あれ、二十、私が九の時だから、二年ぐらいか。二三年前。からのね、まあ、知人というか、友人というか。うん、あのー、そういう方でして。で、この度、木内んはちょっとラジオに出ようということになって。 でその時にあじゃあステファニーインタビューアーの経験もやってみようかということで奈良社長に言われて、うん、今日が実現したっていう感じですね、うん、あ,ありがたいご縁ですね、はい、初回にね呼んでいただけるま、ね、<laughs> まあでも木内くんがね来るっていう私のね友人が来るってなったからこそのちょっとあ,あせっかくだからやってみようかみたいな感じなので木内くんのおかげで私の仕事もの幅も広がったかなと思います <laughs> じゃ木内くんからちょっと 自己紹介を那覇市の皆さんにお願いしてもいいですか？はい、那覇市の皆様、こんにちは。初めましての方はいっぱいですので、ね、<laughs> とういます。はい、えっ、ー、と、職業はカウンセリングをやっています。まあ、整体もやってますけども、現在、えっ、ー、と、沖縄県内に住んでいて、うんうん、個人の方で依頼を受けてカウンセリング。まあ、心を整えたりとか、あとは体の主張の方の体もサポートしたりをメインにやってます。あとは、えっ、ー、と、イベントが好きだったりするので。 みんなでおしゃべりするイベントをやったり自然の中で遊ぶイベントをやっておりますいずれにしてもまあ僕も含めて触れ合う方が心と体が健康であってくれたらいいなという狙いでえやってて活動をしております、はい、今、ね、沖縄に住みながらカウンセラーのお仕事をされている木内君なんですけれどもちょっとコメントを読みしますね、ツイキャスでコメントをえているので。 まあね、君が放送直前でね、トイレに行ってたから教えなかったければ <laughs> 直前に行くんかいと思ってちょっ,とちょっと心の中に突っ込んでた直先に済ませとけよと思ってキドドキキしちゃって <laughs>、はい、はい、あの、ね、あのの、ね、コメント来てるんですけどタケシーさんこの方ね、いつもコメントくださってるたけしーさん,なんですけが木内さん、どこかで見たことがあるどこで見たんだろう 誰の、あ、でもたけしさんね、会ったことないから、わかんないですよね。会ったことあったとしてもね。ねあ、でもたけしさんも確かカウンセラーの資格取られたとかっていうことをおっしゃってたので。でね、もしかしたら、その関係で会ったのかもしれない。いや、本当にそうかもしれない。ですね,ねすごいですね、ねそれも。えー、ありがたい。すごいなはい。長谷川純さん。 カウンセラーってメンヘラ専用の職なんだよね。どうなんですかキウさん。ああ、メンヘラ、まあメンヘラが何なのかみたいなとかありますけどね。まあでもこのこういう話あとでもっと深くしようと思うけど、なんかみんなメンヘラ的要素は絶対にあると思うけどね、出さないだけで。大事ですね。そう言えるってことが素敵だと思います本当。いやだってね、だって芸能人とかでもちょうど今ニュースになってますけど、深田恭子さんが。 あの適応障害になってしまってドラマのお仕事をすごい決まってたてんだけど直前でやっぱり出られないということになってキャンセルされて休養に入られたらしいんですよ。で芸能人になる方って基本メンタルすごい強いと思うんですよね。やっぱりこう人にたくさんの人の目にさらされるってあのなかなか自分に自信がないとすごく辛いことなので。あのー 本当にメンそれをもう長年、20年とかやってきた深田恭子さんって本当にきっともともとはメンタルがどっちかというと強い方だと思うんですよ。うんうん、そういう方でもやっぱり無理がたたったりとかして何かの時にそういうふうにまあ精神的にすごく追い詰められてしまうということがあるので、うんうん、その人のメン,タルどうメンタルメンヘラがいるっていうよりはその状況とかによっては誰でもそうなってしまう可能性があるっていう。 そういうことではあるかなと思いますね。本当に。そうそうそう。じゃ、あちょっと木内さんのことをも、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど。はい。え、そういうカウンセラーとかっていう職業を選ばれたということは、何かこう経緯というか。きっかけがあったと思うんですけど、どうして。そういう職業を選ばれたんですか。すね、なんかでも、まあ、いわゆるベースにあるのは心理学っていう学問なんですけども。うんうん 人の心ってまあちょっとそれで失礼なったったですがやっぱり人の心って不思議だなと思うし自分自体がどんなことを考えてどう感じるのかってすごい興味があったので人って何を感じるんだろうとか人とはな何だろうみたいなところがうん、うん、本当に最初の入りだったなと思ってますけどね。そそううううななんだだだ人とははろ考考ええもいいいですすか私ねごの,そういうのは考える方だし、はい あの私自身も結構メンタルの問題で自分も苦しんだし家族もめちゃくちゃメンタルの問題で苦しんでる人たちだったのであの人はどういうふうに考えたりどういう状態に置いてあげれば幸せになれるんだろうということは私自身もすごい考えてきたタイプ、うん、だから、まあ、ぶっちゃけで私もあのなんていうかカウンセラーになろうかなと思った時期とかあったんですよね。うん 自分がやっぱりすごいしんどかった時とか、うんうん、だからなんか結局私の話になっちゃったすごいその感覚って分かりますよあの人間って何なんだろうとかどうやったら幸せになれるんだろうってあでも一緒一緒、うん、自分もなんかだから小っちゃい頃からまあ不幸なことばっかりじゃなかったけどでもなんか幸せって何だろうと考えざるをない状況ってやっぱあったから、うん、心がどうやったら幸せになるんだろうなとかって考え続けてた気がそうだよね だからなんとメンヘラの方という言葉がいいかわからないまあメンタルが、ね、<laughs> メンヘラって言葉はよくはないわな,、ね、なメンヘラっていうのはポップな言い方だよね確かに、うん、まあ心が疲れてる方のためというのもあるし、うん、自分がどうやったら幸せになるかっていう交流両輪でやってるなって感じはとってもするかもしれないなるほどねえカウンセラーはいつからカウンセラー歴はいつからだっけあえっとカウンセラーになったのは多分十もう七八年十六七年前 で、そう心理学の学も学び始めたのがこの前計算したちょうど20年前だったの。おお<ー>、<だ>じゃあすごい歴20年。20年やってんだなと思って。えー、すごい。うん、とっても不思議な感じ。ちなみにですね、キユチくん、あのすごい若く見えるんですけど、いやなんかツイキャスの皆さん何歳だと思います、キユチくん。あ、えそんなの。じゃ、まあで、ね、誰もね、多分答え、ちょっと答えるこれタイムラグがあるからパって答えないと思うんですけど、<い>え年齢言ってもいいですか。もちろんです、ね。あでもこれまあでもラジオ聞いてる人は顔が見えてない人も多いから、ちょっと言ってもしょうがないかもしれないんだけど。 なんとさ今あ嘘長谷川純さん四十二嘘四十二に見える嘘あそうなのかなえいくつだっけ今 <laughs> 私もうちょっとで三十九ですね三十九か私ね <laughs> 第一印象で二十八ぐらいだと思ってたんですよ <laughs> だむしろ年下だと思ってて <laughs> あそうなんそうだ年齢を聞いて。 結構なった人の一人ですね。本当ですか。若おかしいよね。肌も綺麗ですね。ありいまそんなそこでお見られると、東京の交流会でということだよね。そう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 あ、たけしさ、三十過ぎぐらいにはそうそれぐらい、まあ三十前半ぐらいにはね見えますよね。うん。若かったらね若く見られたら嬉しいとかどっちがいいのか。男は上に見えた方がいいのか。どうどうなんだ。得っていう人もいるし、それはケースバイケースかなと思うけど。 あ、そうなんだ。えでカウンセリング歴20年で。うん、じゃあこうカウンセリングってなんかちょっとなんだろう。どういう方が来るっていうか、あのなんか多分ね。ほら木内君ってあのー、あれじゃない？じゃん。お医者さんではないじゃない？そうですね。そうそう,そう、はい、だから、お医者さんとしてえー、そういう病院でなんかこう精神をこうすごく困ってる方の対応をしてるっていうわけではないじゃない。 だからまたちょっと属性が別の方を対象にしてカウンセリングをしていると思うんだけどどういうういい相談を受けることが多いあそうですねでも経緯でいうといわゆるお,お医者様ではないので、うん、お薬を出したりとか診断書というのは書けないんですけどうん、うん、一番最初最初はやっぱ病院に勤めてたんですよ、僕。だからそういう意味ではよくお会いしてたのは、まあ、言葉をめメンヘラという言葉から切り替えるんだとするとやっぱり心が疲れている方うつ。 の反応、こ気持ちが沈んじゃったりって方もいれば、うんうん、まあお人によってはそのげ幻覚とか妄想とか言ってやっぱりあじゃあ結構ディープな方対応されてたんですね。ディープだ、ディープっていうかいろんな方がいましたよ。あとはあのアルコールとか薬物の依存の方とお会いするのが最初だったから最初はかなり本当にこうまあザーやんでるみたいな。 方々との接触が多かったんですね深く傷ついてそういう反応が出ざるを得なかったって方はすごい4年ぐらいいましたねそういう時期がありました今は多分もうちょっと違う そうですね、うん、け結果的にそういう方とも、まあ、個人で依頼を受けたらお会いはするんですけどカウンセリングって多分か鑑定という二軸でここここ心が病んでて疲れてる方とうん、うん、け健康なんだけどより自分を生かしていきたいっというでから今コーチングと言われる技,技術技法の方を活用している方のが多い感じかな。そそ、うん、そうなんだっっかそっか へーーなんかでも本当、カウンセリングとかってすごくこうなんというか行くの抵抗ある人も多いと思うんですよね。まだまだ弱い人が行くものって思い込まれていたりとか特にまあね身内で行ってた人がいる人とかとこれ私がそうなんですけど私家族がそういうちょっと精神的にすごく病んでいてあの精神的な病気で心療内科とかに行ってたんですね。 でそれの,その家族の姿を見てしまって自分がそれで苦しんでたから、うん、なかなかこう自分が苦しい時に病院に自分も行くっっていう選択肢が取れなかったんですよね当時はやっぱりまだまだ家族に対するこうなんかちょっと嫌悪感みたいなのもあったりして自分が同じになりたくないみたいな気持ちもあったりしたんですけどでも自分も今いろいろ経験してみて誰かに話を適切なプロに聞いてもらうってすっごい。 すごい大事なななことだなって思うようよになりました、えー、えそ,それは何でそういうふうに思うようになったんですかなんかやっぱり聞いてもらったきっかけが経験があった時にすごいそれだけで別に何も現実は解決していなくても誰かがあそれはつらかったですねって本当に理解してくれたりとか自分の状況を受け止めてくれる人がいるだけでこんなに気持ちが楽になるんだっていうことにびっくりしたからっていう感じかな。 最初はあの、そういうのって別にこうカ,ウンリングカウンセラーとかにあのお金払って受けてたというよりは偶然聞いてくれる人がいたから相談していたら話したら気持ちがすごい楽になってびっくりしたっていう感じだったんですけどあそれに気づいた時にある時お金払ってカウンセリングとかも受けたことがあってでやっぱりプロに話すとよりプロってちゃんと徹底して聞いてくれるというか。はあ 傾聴の力がやっぱりすごいし、あの余計なことを逆にき友達とかに聞いてもらっちゃうと悪気がなく人を逆に傷つけることを言ってしまうような、ねうん、そうメンタルが弱っている時の人にはちょっとそれきついなみたいなことを言ってしまうこともあるけど、うん、プロはやっぱりそういうことをしないから、うん、あすごいこれは役に立つなと思ったし、うん、何なら別にそのすごいメンタルが落ちる前から<あ>ちゃんと誰かに吐き出せてればそも,そもそもそこまでメンタルが落ちなくて済むなってめっちゃ思いました。ああうん、うん なんかそう言ってもらえるとかインタビューっていつり自分がばーっとしゃべっちゃった <laughs> 全然いいいよねねお互のそういう,なんかこうインカウンセリングとかもうちょっとこう一般にこう気軽になんかこう欧米というかアメリカに住んだことがないからあれなんだけどアメリカとかだともうちょっとカウンセリングがこう一般に浸透しててすごいそうだよね、うん、そうみんなこう気軽に行ってたりするっていうのは日本ももうちょっとそうなってくれるといいかなって思ったりはしますね。 そう思います、ねうん、まあ確かに病院行くとかっていやハードル高いなってやっぱ思うし自分を身内にその精神的に疲れてるのがいるから行きづらいなって思うけど、うん、自分自身がめちゃくちゃメンタル弱いって分かってるのね <laughs> すぐへこむくし、うん、落ち込んだ時にうん、うん、僕はだから正直言うとカ,カウンセリングって言われるものをものすごい受けてきたのねいろんな方の受けてきてでまあやっぱ相性合わない。 合,う合わないはあるけどやっぱりそれによってさっき言ってたようにさなんかある意味現実全然変わってないじゃん全く変わんないじゃん聞いてもらっただけだから明日も仕事行かなきゃいけなかったりするしその人間関係はまだ問題があったりとかするんだけどでもなんかちょっと自分の気持ちがすっきりしたり整理できてたりあこの時はこうしたらいいんだみたいなちょっと具体的な手がかりが見つかったりするから。 な,なんていうのそ,うそ,うそれは極端なし別に友達にもいいんだと思っているのねカウンセリング活用しなくたって人同士が支え合えるんだったらいいと思うけどでも時にやっぱりそういう方の方がキュっう整理してくれてたりするなって思うからそういうのは僕も活用してるし皆さんも勇気はいると思うけど自然に活用してもらうといいなって思いますけど、ねうんうん、あ、コメントいただいているのを読みますね。たけしさん みんな最初は心療内科に来たがらないですよね。自分が病んでることを受け入れられない、認めたくないという思いもわかる気がします。ああそうですよね。これはね多分このちょっとなんか今日は結構私のディープなところをさらけ出しちゃうけど、これ私自身の実体験だけど、うん、自分がね、うん、私は強い人だっていうセルフイメージが結構あったんですよ。ああ、うん、そうあのまあ強い面もこれキウチ君も知ってると思うけど、すごい強い面もあるんですよ <laughs> ある自分でだけど、そう。キウチ君ねもともと私が東京でイベント業を こう自営でやってた時のお客さんなんですよね。うん、私のイベントに来てくれて、でこう何というかイベントとかやってたくさん人が集まってて、ちょっとチーチアホやされてるというか、ちょっとねチアホやされてたよね私ね。すごかったすごい人気だった。そうなん集客力とかもね、あこんな人集めてこのエネルギーでできるってなかなかいない人だと思ったから、すごいよね。どうや。<laughs> <laughs> FM 那覇が知らない私の一面ですよ。 ここではね、まだね、私の東京の,時のね、あのスター性はね、知られてない <laughs> <laughs> でも東京の本当、第一線で活躍してた人っていうイメージが。第一線かどうかは、まあ、東京で、ね、ゴロゴロ人がいるから、あのなんつうか、こう第一線、誰を第一線とするかって非常に難しいけど、でもその、ね、そのね、そこの界隈では結構、ちやほやされてた <laughs> なんか私も本当いろいろね家庭環境のこととか苦労してでもまあで会社でも苦労してか苦労してというかまあとことん仕事ができなくて会社の予算飛ばしまくってもうお前辞めちまえみたいになって辞めてそこから独立しても家賃払えなくなったりとかもしながらもう一応なんかある程度のところまで行ったっていうのがあるからなんか私は強い人だっていう,そうセルフイメージがあったんですよ。だから余計に なんかこう辛いことがあったときにあんまりこう人に出しちゃいけない気がしちゃって弱ってる自分っていうのはやっぱりなかなか認められなくてそれで、ね結構まあつい最近というかこの1年本当いろいろメンタルのことで正直、いろいろあったんですけど結構辛かったんですけどやっぱりその誰かに相談できなくて余計辛さが長引いちゃったっていうのはありますね。 タケシーさん、カリスマイベンターだったとしてはす。<laughs> 自分で言う,う,うカリスマイベンターだったんです。気が強いんで、気が強い人って多分ね、メンタルが強く見えちゃうから、それも本人がそういう見せ方してるからさ、本人の問題でももちろんあるんだけど。 気がね強いとやっぱり余計そういうふうに心配してもらえないみたいなあまあそういうね印象持たれちゃうからね <laughs> そ,うそ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 うちょっとね本当もうちょっと心配してほしいんであの皆さん心配してください私のこと <laughs> そう心配してください本当に <laughs> うん <laughs>、はい、あのて,てこういうふうに言っちゃうから余計心配されないんでしょうねあいいつは大丈夫だみたいな <laughs> あんなふうにラジオで私のこと心配してくださいとかズーズーしく言えるぐらいだから <laughs> 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 そうかそうう言っちゃとだからなでもねそういう本当にあのなんかちょっとごめんね木く君の話だけど私が伝えたいことになっちゃうけどさ全然いいと思うますよそれで、うんまあね、みんななんか私ね結構これ木く君もそういう職業だかわかると思うんだけどさうん、うん、一見超キラキラ系の人とかすごい美人でこうなんかリア充っぽい人とか友達いっぱいそうな人とかお金いっぱい持ってそうな人とかもう話聞いてみるとみんな悩んでるよね結構そういう方の方が、うん 表現できなくなくっちゃうんだっか私もさ意外とさこう1対1で会うとなんか聞き上手な方らしくてそうだ、ね、人の話を、あのー、こう結構聞いてあげることが多いタイプで人のあんまり人に言わない実はこうなんだみたいな話も聞くことが多くてね、うん、でそうやって聞いてるとやっぱりみんなそれぞれあ それはきついいねっていうことがあるんだ、うんうん、でもそういうのってやっぱりそんなにこう表にみんな出さないしそれこそ SNS で実は私はこういう問題を抱えててとか、うん、すごい実は借金があってとか、うん、家族仲がボロボロでとかって事故じゃないとなかなか書けない渦、うんうん、中の時はそんなことを人になかなか話せないから、うんうん、自分以外の人はみんなすごくその充実した人生を歩んで何も問題がないように見えちゃう時ってあると思うんですよ、ね、時に自分が病んでる時はね。 でもあのー、そういうでもみんな結構苦しんでるしそういうのは、うん、あの苦しみがちっちゃいうちからちゃんと吐き出してた方が楽になるよっていうのは、うん、私がなんかちょっと今日伝えたいことではありますねなんかごめん結局私が伝えたいことになっちゃったけどいいですよね本当に大事なことだとだ思うもんじゃあ木内君からも何かさそういうカウンセラー目線でさ人々の苦しみを、ね、楽にするためにこうメンタルの苦しみというか。 精神的な苦しみを楽にするために伝えたいことってないかなでもなんか今の話のやっぱりつながりで言うと、うん、僕も含めたけどやっぱり人間ってある意味強がれちゃうそれをある程度持続できるけど、うん、やっぱり強がってる分の本音うん、うん、本当は悲しいんだとか苦しいんだとかうん、うん、孤独なんだってやっぱり言えづらくなっちゃうのが人心だと思うんだけど でもだからこそそういう一言実は苦しいですって言えるかどうかってほ本当にメンタルにとってすっごい大事だと思うのうでそれであそうか孤独だったんだよねとか苦しかったねっていうその一言があるだけでさんなんか本当に癒されるじゃん,んああ分かってもらえたんだなっていうそうそうそう分かってもらえた感ってすごい大事だよね大事でしょう。大大事大事もう分かってもらえた人が人が一いるだけで<う>あの あれですよ生きてもうちょっと生きてられるかなみたいなそうでも大げさじゃなくて本当にそうじゃんね,うなんかねアメリカで自殺の名所があるんだって、うん、その自殺の名所の橋があって、うん、でそこでずっとその自殺を引き止める活動をしている人がいて、うん、でその人が何してるかっていうと自殺をしようとしている人を見つけたら声をかけて話を聞いてあげるんだって。うんうん その人の差の活動もさなんか結構な年数もう20年とかやってて、うん、今までなんか何百人と話しかけてきて、うん、その人が話を聞いてあげてもそれでも自殺しちゃった人って一人だけだったんだ。ね、ええー、<う>あ逆にそうなんだ。そう、うん、あの、うん、話さえ聞いてあげればみんな自殺思いとどまる。うん〜んだから発このエピソードからも自分の気持ちを受け止めてくれる人がいるっていうことがいかに大事かっていうね。そう,そう。 そうだと思うなんかそういう意味じゃさりげないんだよねあの時声かけてもらえたからなんとか保ってますみたいなやっぱりエピソードもあったりするぐらいだから自分からちょっとポロッと言うのかもしれないしでも逆に言うとあれだねそういうふうにこう頑張ってるけど本当苦しいんだろうなっていう人にちょっとなんか。 頑張ってる見えるけど実は苦しいんじゃないのって言えるかどうかも大事なんだねん多分ねそうですよねそれをなんかできれば気づいてあげられる人になれたら自分になりたいなとは思ったりはするでもなかなか難しいんだろうねそういうのってねそれはね本当にそれこそ20年やってたって気づかないもん本当に人のことなんて分かんないから、ま、カウンセラーだから分かりますよねとか言われても分かんないんですよねまあでもにね確かにねこう意外と病んでる心をこう今苦しいっていう人ほど あの表向きはすごい元気に、それをばバレたくないというか、みんなに心配させたくないから。元気に振る舞っちゃったりするとかもあると思うもんね。振る,舞振る舞いちゃうんだよね。そう、コメントをお読みします。自転車の店倒さん、心配よ、私よりして様のことがいい。<laughs> 本当ですか、やったー。っいい誰か心配してくれた。嬉しいね、こういう風に言ってくれる人がいるってね。嬉しいですね、なんか、あの人って。 自分が子どもの頃与えてもらえなかったものってやっぱり求めちゃうらしくて私家庭環境的にあのちょっとその家族がめちゃくちゃこう大丈夫かこの人たちみたいなこうすごいメンタルがめちゃくちゃこう調子が悪い人だったので。 逆に私がめちゃくちゃ大丈夫に見えちゃったみたいで,うでも、ね、ステファニーは全然大丈夫あの子はもう本当にほっといても大丈夫勝手に育つ子だからって言われ続けてきたんですよ。うん <laughs> ちょっとね心配をでも子供心としてねしてほしかったっていう気持ちがあるみたいでそうこういうふうに誰かに心配されるとた、ね、とえ画面上でもちちちょっとめゃゃく嬉嬉ししいいかも <laughs> いやもで今のちょっと話したのはやっぱり子供の頃与えてもらえなかったものって。 こうちょっと渇望しているという部分があるのでそういうのを意識して、ね、自分に、ね、与えてあげられるといいたけしさんカウンセリングが必要な時点ですでに正常な判断ができなくなっているのでそれを救うのことは難しい。ウチ君も多分そう思うと思うんだけどあんまりこうすごくこう心の調子が悪くなっちゃった人に関してはもうプロに任せた方が ああでもそれは大事ですね,、うん、ね線引き特にお身内の方だったりするとやっぱりね思いが出ちゃって何て言うかなあの助けたいと思うんだけどやっぱり家族だからこそ愛を持ってできないことをちゃんと伝えあげるってすごく大事だなと思うのでうそう、ね、正常な判断ができなくなっている方ばっかりではないですけどもでも家族だからできることできないこととか。 そうプロだからこそ逆に言うとできないこともあるけどもできることがあると思って信頼してお願いするっていうのがすすしますねうんそうです、ね、木内君はやっぱりいろんなこうカウンセリングとかしてきて、えー、多分経験値がねすごいあるのでなんていうかその人のメンタルを整えてあげることにために。うんなんか大事なこととか またたたはその今言ったみたいに気付いてあげること人が苦しんでいるときに気付いてあげることとかで意識していることとかってありますかまたは自分に対してでもいい自分がこういい状態で人のカウンセリングしてあげるにはやっぱり自分がある程度は元気な状態じゃないと難しいと思うんですよでそういう自分をいい状態に頼むこう保つために気をつけていることとかありますか。 なんかでもさっきも言ったけど最初やっぱりメンタルがいわゆる疲れてる方とお会してて、うん、最近は健,健康度がた高いというのかより自分を生かして生きていきたいという方を見てて思うのは、うん、なんていうかな病気をな治す整えるっていうのも大事なんだけど日々の生活の中でち小さな幸せに気づいてるかどうかってすごい大事だとっう,、ね、うんだうん、うん、な。 なんかど,どんな時にそういう感じわかるって感じですか,なんかうんまず自分がこれそうだな例えば今現在で言うとちょっとこう心が苦しくなったとしてもふっと今目の前の幸せ、うん、例えば友達がいてくれることとか例えば FM 那覇なんかは本当に職場環境がいいので、うん、その今こういう職場にいさせてもらえることとか。あの あとこ,うこのお茶が美味しいなとか今日空が綺麗だなっていうのを感じられるとそれだけファッと心が軽くなったりすることってあるのでそこになんかこうあ,のあまりにもこう苦しみすぎるとそこら辺が全然目に入らなくなっちゃうんだけど、ね、苦しくなっているときってそっちに目を向けられると一気に気持ちがなんか柔らかくなるっていうのはあるなって思いましたね本当にそれだだと思う、うん、だからやっぱり本当にきつくて病気うん、うん、精神的にも疲れるっていうのがあったらもちろん。 本当にに病院に行って治療するのも大事だしでも治療も同時にだけどもやっぱり日々おいしいものを食べてるなとかあちょっと喋れる人がいたなとか草木が綺麗だなって感じられるかどうかは結構大きい差になると思うのうそれがちっちゃいからこそ見過ごしたくなるんだろうけどちゃんとそこに気づけるかどうか人生の豊かさと すごい関係するのでなんかそれは大事にしているとうん、うん、僕自身も大事にしたいし大事にしていただけるといいよなっていうふうに思うそうそですねなんか、あのー、私、コロナでコロナってもちろんこの、ね、結構つらい思いしている方とか家族を亡くされた方とか、うん、お店の営業とかに影響しちゃっている方もいてもちろん、世間的に大変なことなんだけど、うんうん、一つあコロナになって気付かせてもらったなと思うことがあって。はあ コロナになって急に旅行とかできなくなったりとかビジネス的にもこうゴリゴリ展開したりとか、うん、たくさん人に直接会うっていうことができなくなって、うんえー、できなくなってこう自粛とかでおとなしくしてなきゃいけないっていうおかげで今まで自分はいかに刺激ばっかり求めて、うん、その結果とか、うん、あの仕事でこれだけの結果が出たとか、うん、これだけお金を稼いだとかこれだけ大きいイベントをやったとかばっかり求めてその瞬間ばっかり達成感っていう幸せを感じていて。 すでに目の前にあったお茶が美味しいなとかあ今日は一日何もしなかったけどなんかゆっくりできてよかったなとかあ夕日が綺麗だなとかそういう幸せを全然感じてきてなかったんだなっていうことに気づかされて、まあ、コロナの自粛期間のおかげでこう日常を丁寧にこうし幸せを感じるっていうことがだいぶなんかできるようになったなと思いますうコロナによっているとな感覚をもちろん方もいるかもしれないけどもしかするとそういうのに、ね、気づくきっかけになるのかも しえないし、そうなんですよ。激しい達成感も絶対必要だからいいんだけど、人生にはね。うん、あ,あれじゃあれだけじゃなくて、そういう素朴なものも実は私たちを豊かにしているっていう、うん、両方があると、本当にいいよなって思うそうですよね。どっちかだけだとね、バランスがやっぱりね、長く持たないでしょう。ずっと達成感だけでやっちゃうとね、うん。そう、私はね、やっぱりビジネスを自分で自営でやってる時、うん、もうすごいこうそこばっかりに気づいたら、別にその 達成感という幸せばっかり味わおうって思ってたわけじゃないんだけど、うん、やっぱりその達成感の時間達成感を得られた瞬間はすごい快感だしそだ、ね、その仕事をしてるとやっぱりその大きいことをある程度成し遂げることがいいことのようにどんどん感じてしまってあのどんどんそういう日常の小さなことっていうのをおざなりにしちゃってて気づいたら、うんうん、気づいたらそういう達成感中毒みたいな、うんまあ、わかる状態になってたなと思うので。 あれはなんかあのまま行ったらちょっと結構不幸になななっててたかななんて思います、ねうん、そうねそれこそ本当に病になって病っていう表現で初めて止めてくれてたかもしれないところをそこに気づけたってのは本当すごい幸せなことなんだと思うよ、ね、とってもね。だとここ沖縄っていう土地がなんかすごくねなんかそういうふなんかこう沖縄の人って自分たちがこうた私たちは内地にも行ったことが私は東京出身だしあるからすごく感じる。 だけど沖縄の人たちはあんまり自覚されてないかもしれないけどすごいそういうなんかこういう美しい自然環境があるのもだけどうん、うん、そう気付かずにそういうのやってる人本当多いもんね、うん、そ,うなんかそれはすごい沖縄のなんかまあ沖縄のその風土がそうさせるっていうのもあると思うし沖縄の人たちのメンタリティーがそういう小さな幸せを大事にできるメンタリティーっていうのもあると思うし。 なんか沖縄に来れてすごく私にとって良かった点だなと思ってますそれ言えるって素敵ですね <laughs> ちょっとあの<や>ほら沖縄のさ地元のラジオ局だから沖縄をこう上げたいわけですよ <laughs> 私としても言っちゃうとかまた面白いかどでもそれは本当に心から思ってるから言ってるたけしーさん年齢的なこともありますが最近は何気ない小さなことにも敏感になったり心を動かされることが多くなりました。 素敵ですね,ね大事にしてください、ねうん,なんかキチ君かにこうメンタルのあじゃあどうしようかな,なんかこう<あ>私からじゃあ悩み相談とかしてみようかなあ分かった全然でも今ちょっと一つだけ言いたいのはそう,うん、うん、でもメンタル大事なのはち小さな幸せを見つけるってことだと思ってるしあとはうん、うん、最近ほんと分かってきたのは結局メ,メンタル心は心だけ整えても良くならないっていうのがすごく 分かってきてきるからなるほどそうあの、ま、マインドフルネスとかって考え方があるんだけど、うん、あれはもう完全に心は整わないって言ってるようなもんなので心だけじゃなくてちゃんと僕が今やってるのはなんか体と食事人とのつながりみたいな話をやるのがすごい大事だなと思ってるからうん、うん、ち小さな幸せを心だけじゃなくて。 か体で発見するとか発見したものを人とシェアするみたいなことがそれこそ幸せにとってはすごい大い大事じゃななか、うん、その体を整えるっていうのは心を整えるには心だけじゃなくて体を整えるっていうことだけど具体的には何をしたらいいのかなえっとね いいい姿勢でいるああ、じゃあこうこうなんていうか猫背みたいにならないっていうことか。うん、ね猫背の時はやっぱり脳とかこう神経もやっぱり流れ血液とかも悪くなっちゃうから体の姿勢が心を作るのは本当に多いと思う。う そうなんだ。姿勢悪い状態で心を整えてもな,なんかわかんないけどここの姿勢の人の方が不健康っぽいでしょ。不健康っぽい不健康っぽい猫背の人とかねこ。こういう鬱の人ってあんまいないでしょ。ああなるほどね確かに確かに、うん、この時多分姿勢がいいと神経とか血液とかこうなんてホルモンとか流れいいんだけどここうなっちゃうまあごめんなさい見えない一人いですけど前かがみのこういう猫背になっちゃうと、うん、多分いろんなものがずれちゃう,う、ね、なるほどね考え方もその栄養が行き届かないから。か ネガティブになっちゃうと。今の話聞いて思い出したんですけど、私昔読んだ本で、うん、あの、とある心療内科では。はい、その、こう病気の方に対して、精神薬を投与するんじゃなくて、ビタミン剤をあげるらしいんですよあ、うんそう。で、ビタミン B. とかっていう、その。なんか代謝を上げる、うん、なんかビタミン B. ってなんだっけな、なんかこう代謝を上げるビタミンなんだけど。ええなんかね、こう、その。 ビタミンがなんか脳のシナプスにも関係しているとかでちゃんと栄養が供給されてないとあのあ例えばこうネガティブな考え方から脱出して新しいもうちょっとポジティブな考え方をしようとしてもその新しい考え方をするための脳のシナプスが形成されないからいくら心だけで何とかしようとしても栄養が足りてないとメンタルが回復できないんだってそで逆にそのメンタルがこう調子が悪くなっちゃってる人が単純に栄養不足であるということもすごい多いらしくて。 ちゃんと栄養を取れば勝手に回復していく人も多いってその本に書いてあったんです。それは本当に<ー>まあ間違いないと思いますね。うんうん、だからそうそうビ,ビタミン B 群とかそれこそ栄養をちゃんと自分の体とか脳に届ける補佐薬なので。うんうん ビタミン B 群が特に大事ですけど C とかも全部大事ですけどビタミン取ってるかどうか大事だし余談ですけどほらたタンパク質って言葉があるじゃないですかそタんパ,、ね、パク質ってギリシャ語でプロ,プロテインとかプロテイン質っていうんですけど、うんえっと、ね、あれ日本語に訳すと最も主要な最も大事なって言葉を言うんですよ。何が大事かって タンパク質って髪の毛とか血液とかうん、うん、さっき言ったメンタルのもとになる神経伝達物質とか皮膚とか全部作ってるですねだからたんぱく質が足りないと、まあ、栄養学いろんな考え方あるのでこれやったら全部正しいわけじゃないですけどもでも考え方の一個としてはタンパク質でそこにビタミンとかくっつけてあげるだけでメンタルが変わったりするうそ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 う私もねあの私20代前半の時 ちょっとこう生理前になるといちいちめちゃくちゃメンタルが落ち込んでもうなんか考え方が超ネガティブに触れちゃうっていう時期があったんですよ。でそれが自分でもすごいきつくて2年4か5歳の時にプロテインを飲むようにしたんですよ。うん、したら一気にそれがなくなってそうあれ何だったのみたいな感じになりましたね。そ、うんうん、そうそうだからメ,メンタルの 疲れじゃなくてここ言葉がい,いかない。栄養の障害でそうなってる人がものすごくいっぱいいます。そうで、特にさほらさあのなんか、今コンビニのご飯とかレトルトの食材で済ましちゃってる人いるでしょ。うん、やっぱああいうの栄養不足になるもんね。 そうだと思う,う偏るからねそうあのレトルトのカレーだけとか本当やめてほしいあのカレーあのさほら温めるだけのやつあるじゃんレンジチーンして白米と食べるだけのやつちゃんと野菜のなんかサラダとかも用意してほしいしいタンパク質も絶対あのレトルトの中に入ってるチカチカチカっていうチラチラした肉じゃ絶対足りないからもうめゆで卵でも作って食べてほしいよねいそうゆで卵1日ね1個だけとかじゃなくて今いいんですって <laughs> 10個ぐらい食べたほうがいいで あのゆで卵,だから卵ってこう命の根源じゃないですかあれにめちゃくちゃ栄養素入ってるからあそう完全栄養食って言われてますよねそうそうそう卵を一食に1個つけてあげるだけでも,、うん、もう本当にタンパク質とかもういろん鉄分とかいろんなもの入ってるからそういうところを変えると結果的に心が良くなるってことはありますよね,ねあと単純にやっぱり美味しいものを食べるとメンタルが上がるっていうのはね <laughs> やっぱああるる程度はつ,つ,ついでに言うとちょっと逆のこと言っちゃったけどカップラーメンも一人で食べるんだったら誰かと食べた方がおいしいじゃんね。あいしって言った方がやっぱ幸せになったりするからもちろん栄養も大事だしな仲間と知り合いと食べるとかっていうつながりも同時に大事だなと思うからおい、うん、しくて栄養のいいものをつながってる人と食べて幸せを感じるっていうのが一番いいんじゃないかなと思う。そう,ですねね、そうだね,そうだねじゃあまととめると ちちょっとまとまめちゃおうかメンタルの、えー、いい状態に保つためにはそその1、はい、あそうですねあのもちろん病を治すのも大事だけどち,ちっちゃな幸せに気付ける心を作ってあげるっていうことが一つ目でうん、うん、あとはメンタルがやっぱり作られるのは体からなので変な姿勢というか、えー、独特な姿勢じゃなくていい姿勢を心がけてあげる。 まあ結局いい姿勢を心がけるためには筋力が必要だから運動が必要とかになるんですけど運動も含めていい姿勢でいてあげるっていうのが大事だしで体と心を作る基盤は食事ですから食事をちゃんと考えてあげるで最後にさらっと言ったんですけどとはいえ一人でそそれをやっても寂しいそうでですね一人で筋トレを頑張り食事をこうってうかこうねちゃんとして、えー、<laughs> やっていくっていうのはなかなかね そうそう自分を律する力が必要になっちゃうよねだからちゃんとつながりを大事にしてあげるっていう意味で心と体と食事とつながりが大事だなって思いますそれやってたら幸せになれると思いますうん、うん、確かにねそれがベース幸せのベース土台になる部分ですよねそうなるほどなるほど、まあ、あとは自分の弱音をちゃんとね吐けるようにする環境を作るということでうん、うん、あ社長おはようございますあ聞いてない <laughs> はい、じゃあ、そんな木内君に残り10分ぐらいになってきちゃった、そんな木内君から<し>那覇の皆さんに今お話しした心とか体とか食事とかつながりが大事だと思っているので、まあ、個人での依頼のカウンセリングとかもやってますし、まあ、まずイベントとかのが来やすいんだろうなと思うので。うんそうだね なんかイベントとかはどのあたりでやってるの、うん、最近、えっと、今週末も沖縄のやんばるであるんですが結構沖縄の北部のやっぱり自然の中に入ってますねやっぱり自然の中いいじゃないですか、ね、カウンセリングルームってやっぱり大事だけどあそこにいるとやっぱりうん、うん、狭いからやっぱり自然の中でわあって感覚がそう、ね、自然の中って自然に心がね解放されるし緩むし。 全部できちゃうんですよ心と体とでみんなでおいしいもの食べて、うん、ちょっと愚痴も言いながらとかで全部解決しちゃうからやっぱりそういうイベントをすごく北部でよくやってます、えー、そのイベントはそれこそ,その、えー、参加者と一緒にカウンンンセリングを受けるみたいなイベントってこと結果的にカウンセリングになるっていうかほら日常行けないけど北部の自然の中でいると、うん、実はですねとかってお互いに話すと大変だったよねとかって話が先週やったイベントもそんな感じになってたんですけどうん、うん、意識してカウンセリングじゃなくて自然の中で分かる 分かっちゃうことによって結果的に本音が出るっていうのが起こってるなって思いますね。うんうん、あ、そうなんだ。こんなことじゃあ、あそういう自然の中でみんなでこう、まあ一緒に自然を体感しながら交流しながら自分の心の本音を解放していくみたいな。そうですそうです。ことをやってるんですね。それは直近ではいつやる予定とか。でもありがたくて、三十日にヤンバレでやる予定だったのは満員おなってくれたんですよ。おおおめでとう。本当に <laughs> いや嬉しい。すごいな、何人来る予定なの？あ、でも言っても参加人数は六人なんですけど。あでも ウ、ね、チ君のイベントぶっちゃけ値段は安くはないもんね結構高いねなそれで6人来てるってすごいねあ,ありがたいほ、うんとに輝地君ね,ね実は私の共通の知り合いが多くてもともと東京で知り合った人なんだけど沖縄に来てみたら沖縄の私の知り合いがみんなウチ君知ってるんですよでね私の周りのねまあ主にこうなんというか ちょっとお姉様な女性たちーはーはーからキユチくんね大人気なんだよね。<laughs> そうなんですよ。いやいやいや本当に大人気。なんかあのみんなこうあキユチくんね素敵な人よねみたいな。ちょっと待って分かる。なんかキユチくんは、ね、こう年上の女性から好かれるだろうなってのはすごいわかる。うん頑。頑張ります、ね <laughs> そうそう。だからねあこのね放送を聞いたキユチくん素敵だなと <laughs> なんかいいわねキユチさんと。 思ったそこのあなたはぜひ木内さんにコンタクト取ってみてほしいんですけどコンタクトはどうやって取ればいいのかなあそうですね、うん、Facebook とか Facebook を一番やってる Facebook インスタグラムも一番やってるので木,木内弘武で検索していただけたらいいかなっていうのと、はい、今ちょっとサイト作り直してるので動いてないですけど木,木内弘武で検索していただくと上の方にサイトが出てくるはずなので。 なんかで、あの、はい、うん SNS でも申請していただけたら情報は届け続けますので。SNS は Facebook。Facebook が一番いいかな,な、ね。キウチヒロタケはあれだっけ？アルファベットで入ってたっけ？あ英語で入ってると思います。<ん>キウチヒロタケ。キケ K I U C H I。U C、H I はい。 みたいな感じで、あのアルファベットで木内広竹で検索してもらうと、今川写真出してたよね、確か。あ出してますね。<で>はい、そこで友達申請していいのかな。あ、もちろんです。はい、私の妻が撮ってくれた横顔がありますので。はい、<laughs> そう、実は木内さんで、ね、新婚さんなんですよね。先先週、はい、入籍しし。あ、先週だっけ。あれ、あ、そうか、入籍したのか。 入籍したの。そっか、この間私と会った時は結婚式やった後だったのか。やったって言った。うん、あ、そっか。いや、入籍おめでとうございます。ありがとうございます。<laughs> 本当に微妙曲折ありました。微妙 <laughs> 曲折ありましたね。<笑>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 あのー、そう、あ、そっか、そっか、そう。あのー、じゃあ、Facebook で友達追メッセージはなんて添えればいいかな。 あなんかいや今日聞きましたとか,なんか友達になりたいですとかラジオ聞きましたみたいな一番かりやすすいで,すか、ね、でなんか別に今すぐカウンセリングとかイベント行かなくてもまず SNS でつながってもらってその SNS 見てもっと気になったらその時申し込んでもらったりするのとかでいいかなと思うので。 なんかこうカウンセリングとか別に今は受けようと思わなくても、うん、気軽にキウチ君にフェイスブックで友達申請してもらえたらね嬉しいなと思いますありがとう。本当そうですね、はい、カウンセリングとかじゃなくておしゃべりとかそういう感じでしこんな人いたんだなぐらいで全然いいのでなんかさキウチ君ってさ心理学バーとかっていうそういうなんか気軽におしゃべりできる場もやってなかったっけあそうそうそう、うん、それをねだからおしゃべりできる場としてやってるときと自然に飛び込むバージョンみたいなのがあるから来月またうん 今度は沖縄市の方でただおしゃべりするっていうやつをやろうと思っているので気になる方はぜひ、ねはい、でも本当なんかあの自分の気持ちをちゃんとこう表現というか素直にしゃべれればかあんまりこう,なんていうかこう見せなきゃとか、うん、こういうふうに振る舞わなきゃとかこうやったら嫌われるんじゃないかとか考えすぎずに素直に自分の気持ちをしゃべれるつながりって本当に私もすっごく大事だなと思ってて。<laughs> やっぱりそれさえあれば、ね、本当そこの底まで気持ちが落ちることはないしそうなんか人の助けがあれば、ね、なんかいざ本当に困った時もお金とか仕事とか家とかもなんとかなっちゃったりするなって思うのであのそういうつながりってぜひ、ね、まあ、別にそれが木内くんのイベントでもいいし、うん、FM の派でリスナーとして参加してもらうことでもいいし全く別のコミュニティでもいいからぜひみんなに持ってもらいたいなと思うし、まあ今日話聞いて木内くん、素敵だなと。 なんかこう爽やかダンディだなと <laughs> <laughs> こんな人に話聞いてもらいたいなと思っちゃったそこのあなたはまあフェイスブックでね木内くんにキユツ弘武でアルファベットで検索してコンタクト取ってみてくださいありがとうございます、はい、<laughs> すごい上手だねしゃべるね <laughs> いやでもねやっぱここのね社長とかに比べたらまだまだですよ社長もね喋るのすごい上手 うん、なんかね、あのディープなことでもポップに伝える。すごいね。ねねが上手な人ですよね。そう。すっごいディープなトークテーマとか使ったりするんだけど、それですらポップ。 ににでも真剣に伝えるっていう、ね、すごいね、そう。に。パーソナリティの方もね上手、すごいやっぱしゃべりが上手な方多いしね、今の社長が事務所にいるから、聞いてるかな、これ、ちょっとティーアップしといた社長のこと、<laughs> <は> <laughs> こうやってね、ティーアップを積み重ねたら、時給が上が上るんじゃない,かっていう、ね、そういう、言っちゃうっていうところが上げてください、ぜひ。うん、<laughs> 放送で言うっていうね、<laughs> プレッシャーをかけていく、たけしさん、入籍おめでとうございます。 ありがとうございます。お読みします、ね。はい、ありがとうございます。自転車の店タワさん十分メイン晴れるよ。やったーや。そうだよ。そりゃそうだよ。超上手。超楽しかったよ。あ、本当に？本当、うん、に？めちゃくちゃ楽しかった。なんか言いたいこと全部喋れたもんね。嘘なんか私僕が喋っちゃなんか結局私が言いたいこと喋っちゃったみたいな感じだったけどそんなことなかった。超いいバランスしてなかった。超楽しかったよ。そっかそっか。よかった。うん、じゃあまた。 来てね。あほ本当にいいんだったら全然来ます。<laughs> 本当にいい <laughs> じゃあ,あの日あじゃあ,あの FM 那覇のトークランチオビートにネタがなくなったら菊池くに召喚します。ぜひぜひはい呼んでください。<laughs> でも私もねあのちょっとこう友達とラジオで喋れるっていうのは新鮮で面白かった。なんかそうちょこっそりなんかコラボできたらいいねって話してたのが、うん、こういう形でコラボになってんだなっていうのがだって今日えっデビューの日なんだもんね。そうそうメインメイン ラジオメインパーソナリティーデビューの日 <laughs>。ああ、もう言うとその日にこう一緒にできるって超幸せな話だよね。<laughs> そうだね。いやでもちょっとねやっぱじ全くこう知らない方だと、私も本当に緊張しちゃってたと思うので<ー>、きよちんでね、うん、よかったなと思います。残り一分だな放送時間が。もう残り一分ということはこれは終わらせちゃった方がいいのか。確かにはい。こうやってねあの。 <laughs> あおはようございます。<laughs> あのこうやってね進行に悩みながら進めるのが初めてのねあのパーソナリティのこう醍醐味ですよね。それを素直に言えるっていうのが素敵ですよね。<laughs> ので、ね、それこそ弱みはこう素直に出していく戦略ですよ。そうそうそう。いやこれ多分ね50あ56分になった。よし終わらせよ。はい、じゃあ皆さんね今日ありがとうございました。あ,したあのまた明日とか来週もよろしくね。 はい、すいません音間違えましたちょっと待ってどれが終わらせる音だちょっとね終わらせる音が行方不明になっちゃったので今日はこのいつもと違う音で終わらせていこうと思いますありがとうございましたしかたあわかりました